では改めまして。皆様こんばんは。雨宮玲香です。まるちゃんが東京女神の女神の学校の卒業生のね。まるちゃんが今日は今日はっていうか、ここ何日間かずっとあのお手伝いをしてくれていて、あのね。個人セッションとかもずっとお手伝いしてくれていて、どういや？もう朝から晩まで。 ミロク様はプライベートが一切なく本当にずーっと喋りっぱなしで <laughs> うんもうどんだけ喋ることが好きなのってぐらい喋ってるよね、はい、セで喋って電話で喋ってタロちゃんと喋って <laughs> <laughs> そう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 なんのそれってでも割とマルちゃん近い人なんだけどはいでもそれでもびっくりした ああ、あ、近いっていうのは、このミラ様との。うん、うん、うん。よくほら、お手伝いしてくれるチームだけど。ね、いや、びっくりしましたね。うん、思ってた、あの、の百万円お忙しかったです。本当に<ー>何時間勤務というか、本当に二十四時間ですね。魅力様は本当にそうなのよ。はい、でも、なんか、本当に最近いいことがずっと続いていて。なんか、何なんだろう。 まあ、多分私がこうずっと24時間仕事してるっていうのも好きなことを結局やってるわけよねだからるちゃんが切り絵をやったりとかってことと同じことをやっていて多分ご覧になってる皆さんも好きなことをずっとやると私の場合はそれがこうやって霊視することだったり喋ることだったりするわけですけどんかそれをどんどんやっていくと。 本当になんかピタピタピタっていいものがたくさんやってくるし毎日のようにあの興奮気味に私がまるちゃんこんないいことがあってねとかさ私ってやっぱり本当に守られてるわとかそういう報告をたくさんしているからそれをずっと聞いてくれてると思うんだけどいいことがねなんかびっくりするボーナスみたいなびっくりするいいことが山のように起きてきて 本当に何かいい、えー、いろんんなな方がが助けててくくださってびっびりりするごご縁縁とかかねねあたよや本当最強になっちゃったなって感じなんですけど私人間界を生きていくっていうのは結構大変なことでわからないことももちろんたくさんあるんですけどいやもう最強じゃないこの人っていう人とかが先生たちが集まって。 <laughs> なんか私のいろんなことをサポートしてくれる人が集まってきてくれてありがたいですね。自分がやったことが返ってくるからやっぱ私は助けられてるなってすごく思うんですけどそれはもしかすると私が誰かの助けになってるのかもしれないし、うん、だから自分が助けられたいなっていう人はやっぱ助けるといいですよね周りをねあの。ご奉仕する 本当に常に常放出っていう感じでしただから来年2月からスタートする「女神の学校は」は雨宮玲香とかりの仲間たちっていう感じの「あなたも仲間になりませんか?」っていうそういう学校なんですけどぜひ学校嫌いだった人に、えー、来ていただきたいなっていう。 私、周りの人を助けているのかなというのは、自分が助けられているかどうかで分かると思います。やっぱりお金にならないことをたくさんするから、巡り巡ってお金が入ってくるし、自分の得になることじゃないことをたくさんするから、なんか信頼関係ができて、いろんなことがやりやすくなるのかなっていう感じがしますね。今ちょっとお遍路チーム、どこにいるんだろう ちょっとつないでみたいな。今どこにいるんだろう。君たちは今どこにいるのお遍路チーム。女神お遍路チーム。はいな。長野です。<laughs> どう いや、なかなか <laughs> <laughs> ど。道中もうすごいです。も <laughs> めてます。もめ。バ,めバトル。バトルでだけ。反応し合いっこ。<laughs> いいね。で、だ、誰か二人が、な、なるんですけど、必ず。うん、そして一人が、まあ、冷静な視点で。っていううまい具合の順番で、それが。うん、あの。いいじゃない。この担当も全員やってます。<laughs> 次々。 なんか土下座さんも雪バーもさ、ちょっと顔が柔らかくなってるよ。ああ、すご今日もあの雪バーにクソババーって言っちゃいました。鬱 <laughs> 陶 <laughs> しいやんって私と謝しました, <laughs> そした。そしたら雪が閉じました。<laughs> <laughs> でもそれでさ、その笑顔。 言いたいこと言ってもう隠せないのでそれがやっぱりすっきりしてあ後も残らないっていうなんか結局最後は笑いになるっていうかこの「女神の世界の一致団結力」ってさすごく思うないみんなお宿とかお店とか手配してくれて応援してくれてすごいですね。 なんかやっぱりお返路良かったね。あはい、いいですね。ありがたい。はい、はい。ありがたいま。ああ久しぶり。<laughs> お久しぶりです。っ<て>この間。今日お返路が行ってどんな気持ちいい？え嬉しいです。みんなくれて。<laughs> なんで嬉しい？顔が見れるのも話ができるのも嬉しいし、で、うん、来てとほどいていただきました。お。 いいねありがたい限りですゆうさんあなたは本性を出しなさいと出ております破天荒な人って言われてたので過去に、うん、それが全然出てないんだとは思います必死,に必死にバレないように聞い <laughs> てきたんだよね頭の中をね変えたらいいよね本音だと愛される仲良くなれる本性を出せ出すと え仲良くなれるなんかそこにこう頭の中を切り替えるとすごい楽になると思うよ。はい。切り替え、うん、はい。ねえそれでえっと一号車ははいお変路一号車は明日はどちらに明日はえっと高崎群馬県の高崎です東北の人たちがみんな高崎まではい。えー行き はい、以上上がれないっていうことになったら、ねはい、みんながそちらに来てくださるっていうことになりました。はい。大集合。すごいじゃん。てか<れ>九州からさ、はい、ここまで来れるんだね。車で。<laughs> なんか道は繋がってましたね。ね <laughs> すごいね。お遍路一号車はどんな気分？まあ揉めぶんですけど、うん、でもなんか。 もう包み隠さず過ごせるので、まあ、楽,楽な部分もあります。うんうん、なんか揉めた時にきっと。これはなんか意味があることで、うん、3人共通のテーマだし、うん、っていうのがあるのでなんか揉めるんですけど、うんうん、それを解く解くって言った。私だけど、すっきりするまでの。 スピードが速くなってきてる気がします。うん、昔よりも車で密室っていうのが一緒かな。<laughs> 逃げるとこなし <laughs>。もう見つめるしかないんですよ。内側をあのあ<ー>そうしないで来たから内側を見ないで来たから、うん、その機会を今いろんな人に会いながらさせていただいてるなって、うん、そしてなんか、うん、見たことがない。景色も見せてもらいながら、うんうん、生きていろんな人に会いながらできるのがすごい。ありがたいなっていうか。うんうん だかからできるのなと思いますね同じ場所にずっといないでさせていただけるのでまたほらお遍路で次に行かないといけないから例えばビグを施こうって言ってもさもう全力でさっさとやんないと落ちこちないから本気になってすごくいいよね。この時しかないるなってくれるし自分もんか出さなくちゃここで聞いてもらいたいっていうのもあるし。 うん楽しく揉めるって感じかなって書いてくれてるけど、あの本気の揉め本気です。もうこんなん笑ってられない、ね、そう、ね、もうむっちゃムカつくって言って5時間ぐらい黙ってるとかね。<laughs> <laughs> 今日の今日の雪場の話です。社 <laughs> 内シーンで時々話聞けるけどまだ内観してるっていうコメントだけ。<laughs> それじゃあどうこうとかも言うんですけど内観は硬かったですね。でもちょっとピグのところでピグと会ったりとかなんか育ててもらったネギ食べさせていただいたりとかしてるんだね緩んだね。でも一番タロットのセッションしてすごい元気になった感じが。あそうやった。ゆきちゃん見る見るタロットやったらどんどん喋り始めてあんなに内観して喋らないって言ってたのに。 でもなんかその姿見て女神の教えを交えたタロットの説明をしてる姿見てやっぱゆきさんはこうやって伝えていくのってこれが必要な姿なんやなみんながやる姿なんやなって思いました。